あ、すいません、立ち止まらないでいただいて、渡っていただいていいですか。我々が叱られます、申し訳ありません。日本維新の会です、アントニオ猪木さんです。小倉淳です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではいい感じでですね、今信号がこれで赤になりますんで、猪木さんにマイクを渡して 1,2,3 ダーお願いしたいと思います。元気ですか。元気があれば何でもできる。ね、浸透しましたね。すいません、報道をお願いします。東京駅でも、羽田でも、どこでもね、ご協力ありがとうございます。報道にお願いいただきました。ありがとうございます。それは何か、やっぱりみんなが元気が欲しいですね。俺も70になりました、ね、70からの旅立ちということでね、これからあとちょっとの間ですけど、頑張ってね、日本のために働こうかなと思ってますが、何はともあれ、今のね、既得権とかいろいろ、もう先ほど皆さんがお話してるから、もうそれ以上のことを重複するから言いませんけどね、それよりも何はともあれ、今回は選挙に行こうよ。今回も96条という大事なね、法が決まるか決まらないか、例えば投票率が 50%、 そしてその後に過半数取っても 25% です。 25% でそんなことが決まってしまっていいんですかっていうね、それには俺が出て選挙をもっと勝ちつけて、そして維新が風があれだけ吹いたのに、ね、逆風になってしまった、この逆風をもう一回変えて、さらなる新しい風に変えようということでね、一つは、ぶれない、ね、逃げない、決断する。今、政府も先のことを言うと、ものすごい批判を受けますけど、俺はいろんなことやってきました、売門、売業事業とかね、いろんな批判を受けたんですが、何年かした時にそれが評価されるってこともあるんですね。アリセンも56勝でした。ね、あんな茶番劇とか言われましたが、今はもう大変な格闘家のもうあれですけど、そういう意味でね、一人一人が、俺たちが頑張る、当然ですが、それは皆さんが頑張って、俺たちを押し上げてもらって、頑張ります。混雑しましたんでね、またいろんな場面で喋りますけどね、とにかく私のお願いは選挙に行ってください。ね、それぞれ新政党があるかもしれない。ね、それはそれでまあしょうがない。でも今回はね、東京は小倉、全国区ね、比例は猪木でお願いします。入れてくれる人、手挙げろ。まだ少ない、もう一回入れてくれる人。はい、あ、50ぐらい来たな。まあその辺で我慢しようかな。じゃあ行きますよ、行くぞ。1,2,3 ダカー、おめでとう。お騒がせしました、日本維新の会。